これは今日の、プロ野球の果です。ピントは今日は朝から晴天で一回ちょっと曇って、もう一回、晴れまで持ってきてという形なんですけども、まあ今外、先ほど外出たら、で家に戻ってくる時までは晴れてたんですけども、もうすぐこういう状態ですね。まあ、これがもともとその晴れにする仕組みとして、まあその雲を日本列島から一旦離すような形にして晴れ間を作って、その後またこう元に戻すっていう形で、まあ凝縮されるその間の水分、まあそういうふうな形でだと思いますね。まあ、その台風の消滅とかそういった域までたどり着けない人は、まあ僕は言ってること全然わからないでしょうね。天の轟きの意味とか。まあ気象庁の発表してる昨年の世界の台風発生数とか見たらわかります。まあ本当は今日、まあ DeNA が6対2で勝っておかなきゃおかしいんですよ。わかりますかね、得点差。まるまる遊んでない日が4日間。なんかまた車来てますけども、その車も正直怪しいな、本当にもう。どっからお金が流れ込んできたのか、黒い車。エンジン音とかもそうなんですけども。すぐに車乗りつけてくるっていうことは、 NE の残存量問題、全く取り組む気がない。お金与えるだけ無駄、社会的地位も。テレビの番組なんかに出しちゃダメ。で、まあ今そこまで行っていいんかいを、録画して見始めていたのは、この時刻なんです。で、向こうから言ってきたっていうことを、出演者の人が言ってるんですけども、それは意思疎通として言わなければならない。未来からの時間軸で言ってるのであって、現実のリアルタイムの時間軸とは違う。で、それが、まあ、そこまで言っていいから、ちょっと、一旦、映しますね。申し訳ないですけど。録画です。で、僕は撮影してる、自分を撮影してる、その他の動画とか見てもらった状況わかります。ね。嘘で金稼ぎをしていたのは東京なんですよ。日本テレビ放送も株式会社、もともとの母体は読売新聞です。もう行政も同じ。あんまり変わらない。良い世の中を作るっていうことでみんな集まってるはずなのに、国会議員の人たちとか地方議員、知事、市長含めて。結局、票欲しさなのか何なのか、建築業界とか医療業界にお金ばらまいてる。これはもう全ての本当のことなんだから、そういうふうなものに関わってきた人間、それに対して反対していた人間が出世しなければならない。まあ、万博に関してもそうですよ。みんなの税金で、しようとしてるんですから。民間のお金も入ってますけども、だけどほとんどが税金ですよ。だから円安になる。お金が全然足らないからですよ。で、高速道路をあちらこちらに、通そうとしてる。だからそれを僕はこの間叱った。で、その内容に関してはまたいずれその地点見に行きますよ。今年の夏までにね。で、あとは、まあ他にも、まあその地点は河川の撮影しに行った時に、撮影するとして。だから昨日の夜喧嘩を売りに来た人間、昨日の夜というか今日ですね、今日の夜中、0時00を過ぎたら、もう今日の日付ですから、0時00から1時にかけて僕は寝ていた時に、大きな声で階段、そこの階段登ってきながらね、この向こうが階段になってるんですけども、まあ向こうの部屋で寝てたんですけども、大声で喧嘩を売ってきた男。まあそれは警察の方に通報しまして、まあその通報内容に関しては、まあ一応また、まあ録音して、YouTube にアップロードしておこうと思ってます。一応ね、それ心当たりはあるんですよ。昨日河川の撮影行って帰りしな、神戸電鉄の木津駅ぐらいで、男子サッカー
カーの学生らしき人物4名が、まあ、何かこっちに向かってものを言ってきてるんですね。であとは神戸電鉄で、まあ、その電車は鈴蘭台で乗り換えて三田駅に向かって三田駅に乗り換えて、まあ、帰ってきてるんですけども、その電車の中でヴィッセル神戸の、ユニフォームを着た髪の毛染めてる眼鏡をかけた老婆が、それならこっち側とか言ってるんですけども、こっち側とかあっち側とかあなたたちが決めることじゃないですよ、僕が決めることであって、で、淡井圭介側かどうかなんですよ。淡井圭介の言ってるエネルギーのザズル問題守ってるか守ってないかなんですよ。そんじょその辺の、髪の毛染めてるレベルのばあさんがこちらのレベルまで追いついてる、追いつくわけないやろ、勘違いすんな、足引っ張ってばっかりや、髪の毛染めてる時点で海洋基本法違反や、たったそれだけのことも守れん人間が一体何がこっち側や。能登半島の地震に関しては本当は2023年かどうかわからない、インターネット記事で、昨日見ましたけども、2023年に能登、半島の地震についてボランティアの件数が900件なのか900人なのか、まあ900件だったと思うんですけども、なんかその記事も本当かどうかわからない、あの火災のニュースに関しても、もうだいぶ前から報道で、災害関係でフェイクニュースだいぶ混ぜ込んでます、だいぶ前のものをね。あのバングラデシュの昨年の放送されていた、バングラデシュかパキスタンどちらかの、大洪水、あれはもう何年も前の話、もう何年前のものか分かんない、本当にもうこんな状態だったらもうメディア、つまり媒体のことですね、要するにインターネットとかのその災害記録とか、このもう絶対めちゃくちゃになります。テレビ局からしてこれだったらみんな何を見て、確認したらいいのっていうことになるんですよ。だって国の人間がだいぶテレビ出てるんですから、総務省の管轄ですよ。だからもうテレビ局早く2社2社合併、夜中と明け方の番組なくす、で海外に行ってるスポーツ選手、海外留学スポーツ留学なんか意味ないから、余計にエネルギー消費するだけだから、あのガソリンとかのこと、もうええからみんなの税金への食らいつき、もう全員帰ってこいの話になります。やっぱりもうオリンピックも早く買いたい、もうないよ原油、残り54年分、それが2022年のデータや、もう1万5000メートルまで地下まで掘ってくれてる国は掘ってくれてる、もうまともな番組が全然ない、そういうことをしっかりと言う番組、もうテレビ出演者も同じように見えてくる、仕事欲しさにテレビ出てるのか何なのか、まあ、言ってくれてる人は一部は言ってくれてるんですけども、橋本徹さんみたいに、まあ、数が少なすぎる、そもそもエネルギーの残存量問題自体は分かってない、車に乗っている以上ね、分かってるんだったら車に乗ってない、まあ、よっぽどの事情があったら車乗らなきゃならない場面はあると思います。私みたいにね、あんな山の中まで撮影行ってる時に、本当は歩いてて危ないから、歩道が ほぼないようなところの、車道のところを歩いてますから、そういうところを、まあ、撮影しに行く時、車ところどころで、止めて、撮影する、本当はその方が効率がいいし、危険じゃないから本当はそうすべきところもあるにはあります。ただ多くの人はほとんど意味もなく車を乗り回しているのが現状です。